前人未到の投打での二刀流として海を越え、快進撃を続けてきたエンゼルスの大谷翔平選手、29。今季はここまで投手として10勝を積み重ね、打者としては両リーグ単独トップとなる44本塁打を記録。その活躍はとどまるところを知らず、世界の翔平と言っても過言ではない。そんな大谷選手の利き腕でもある黄金の右手が悲鳴を上げたのは8月24日のことである。スポーツ上記者が AU、レズとのダブルヘッダー第1試合に指名打者兼投手として出場した大谷ですが2回途中で制球が定まらなくなり緊急降板。試合中に検査を受けた結果、右肘うつぼ体の損傷が明らかに。それでも2試合目も指名打者として強行出場。第2打席ではセンターへと大飛球を放ちましたし、第3打席では快速を飛ばしてライトへのツーベースヒット。怪我の影響は微塵も感じさせませんでした。大谷選手は現在、本塁打王争いの新ただ中。その影響もあってか、投手としては今季絶望となったが、今後も打者としての出場は継続するという優勝争いやタイトル争いが佳境に入るシーズン終盤に来ての大怪我。原因は何なのか。千葉ロッテマリーンズの守護神として活躍し、メジャーリーグインディアンスに所属していた小林正秀さんに尋ねると、出場試合数が多すぎるのではないかと指摘する。大谷選手は怪我をするまで97試合連続出場。日本のプロ野球だと先発投手は中6日の登板間隔ですから、野球を離れて体のメンテナンスに時間を当てることもできる。一方で、大谷選手はメジャーの舞台で打者としても、投手としてもフル回転。しかも、速球投手を相手に150メートル超えのホームランボールをかっ飛ばしたかと思えば、翌日には先発投手として160キロの速球を連発するわけです。体に負担がかからないわけがありません。結果的に下半身へと疲労が蓄積し、上体に頼った投げ方になってしまった。その積み重なりが右肘の疲労と怪我につながったのではないでしょうか。小林さん、連日の試合出場には想像以上の負担があると小林さんは苦笑交じりに話す。僕は現役時代勝ちパトロンで最終回を任される抑え投手としての登板が主でした。最大6連投がありましたが、さすがに6日目は体が重たい。勝ち試合を任されてはいましたが、6連投目は打たれても仕方ないと思っていましたよ。世界最高峰でトップアスリートがしのぎを削るメジャーリーグ、大谷選手の心身に負担がかかっていたのは想像に難くない。大谷選手は2018年のシーズン中にも右肘うつぼ体を損傷しており、オフシーズンには再建手術を受けている。再度、右肘にメスを入れるとなれば2度目の手術だ。復帰まではどれほどの時間を要するのか。早くて1年でしょう。で、シーズンを早く切り上げて手術をするのも一つの手ですが、ホームラン王争いが関わっている。ただし、バットを振る上で、今回の怪我の影響が全くないとは思えない。試合に出場する以上、アクシデントはつきものですし、怪我が悪化しなければ良いなと思います。全道、日本球界の宝にして英雄とも言える存在となった大谷選手。1日も早い回復をファンは心待ちにしている。大谷にはねぎらいと激励が多数寄せられている。